FRD プレゼンツのののアはい、い皆皆さん、の皆様、おお久しししぶりですぶりですすす生放送でアニメ玉の番組を始めままよろく願えっと今日はちょっと長めの作品ですね。はい ボリュームいっぱいあります。そうですね。そうですね。でまず聞いてもらっちゃいまかね。ちょ聞いてもらいましょうか。ね。はい、ではアニメ玉です。お楽しみください。アニメ玉メイドイン沖縄ボリューム三十三タイトル魔法アカデミア作稲垣麻友 は魔法学校の中でも飛び抜けて輝かしい歴史を刻んでいる我が魔法アカデミアの入学テストにご来場いただきありがとうございます私魔法学校校長のジョーカーポッターと申しますこの学校ははーい今手を挙げたあなたどうぞ私は女子高生のミクです トランプのジョーカーみたいな格好してるおじさん前置き長い私、花束お届け人の花留さんって人に初めて魔法を学ぶんならこの学校がいいって言われてきたんだから早く教えてほしいあれこの学校はですねすでに魔法を使える方がもっと難しい魔法を使えるようになるために入る嘘俺魔法は使えないよ 今の発言は、そこのおじいちゃんかな老人クラブで仲間の竹井さんっておじいちゃんに聞いたんだけど、おじいちゃんが仲間のおじいちゃんに何を聞いてきたんですか頭がボケてきたのも、汗が悪いのも治してもらえるって。あのね、おじいちゃん、ここは病院じゃないの。治せないのかい魔法を勉強した後ならできると思うけど、ちゃんと。 覚えられるかな老人をバカにするな呪文知ってるぞ XYZ パトロール。違います本当はエクステクトパトローナムですちょっと似てたけどところでおじいちゃんの隣に立っているあなたちょんまげに着物ってコスプレここは魔法学校なんでコスプレなら他の学校へコスプレってなんだい あの、おいら江戸の貧乏長屋に住んでる大工の八郎ってもんですがえ江戸うちの長屋のご隠居がここの寺子屋に来たら忍術を教えてもらえるって忍者じゃありません魔法ですでもでも火とか風とか操ってですからちゃんと学べばできるようになりますごってん承知のつけ 学学。問のナンバーワン、ババーーーワハド大学音楽のナンバーワンウィーン国立音楽大学と並んで魔法のナンバーワンなら我がジョーカー魔法アカデミアと言われているのに今回の入学希望者の3人はなんとレベルの低いことよ。よしさっさと入学テストをして3人とも不合格にしよう。 さて、入学テストを始めます。え、ニュースがあるなんて聞いてない。皆さんの目の前にあるワイングラスを魔法で自分の手元に引き寄せてください。できたら合格です。X Y Z とパトカー。だから間違えてますよ。また間違えた。正しくはエクステクトパトローナム。おと今言おうとしましたね。正しく言えても。 ダメですワイングラスは手元には来ませんエクステクトパトローナムの正しい意味は守護霊をきたれですワイングラスってのはこれがいい手に持ったけどああ触んないで江戸から来た大工の八郎さん元に戻ってそうそうそこから動かずにワイングラスを手元に引き寄せるんです そんなことできるわけないだろうでは残念ながら不合格ということで <laughs> ああ鼻がムズムズするくしゃみが出るハクションあらあらくしゃみをしたらグラスが手元に来た真似してみようハクションハクションワイングラスが手元に飛んできたええうそー,嘘ーくしゃみのハークションがアクション 手元に来いという意味の呪文に聞こえてしまったんだ合格だろ合格だねやった受かったこの三人を受からせるわけにはいかない次の問題を出しますずるいずるいずるいできたら合格って言った言ったね おいらもこの両耳でしっかり聞いたぜ。次の問題でーす。おめえ、ごまかそうとしてんな。そう,そうだ、そうだ。本当はこの魔法学校の入試フェイクなんじゃないの？入学金詐欺。いい加減にしてください。だいたい入学金なんてまだいただいてません。そういうのは合格してから払うものでしょ。わかった。おめえ、教える自信がないんだな。むしろあんた魔法が使えない下っ端なんじゃない。 だから私たちを入学させたくないんだ魔法を使える人を呼んでこいお前らジョーカー校長をバカにするな変化せよルレアングラムさっきまで女子高生だったのになんでごぼうになったんださっきまで貧乏長屋の大工だったのになんでアンズ飲みになってんのさっきまでおじいちゃんだったのに なんでデブでブスな若い女になってんの私の魔法ですよ魔法使えるんだハリーポッターの遠い親戚のジョーカーポッターですから本物だったでもなんでこの姿に変えたの皆さんがその姿に変わった理由は皆さん個人の 心の中にあるはずです貧乏長屋の井戸の裏に植えてあるあんずの実がそろそろ食べ頃かななんて考えてたからかなごぼうが食べたいとかは思ってなかったけどごぼうみたいにスラッとしたモデル体型に憧れてはいたのは確かだあらあなたたちあんずとごぼう私は人間でよかったウスよりアンズの方がマシ アンズの方が全然可愛いしデブよりゴボウの方がまっしゴボウの方が全然スタイルいいし野菜より人間の方が全然いいに決まってるスラっとしたゴボウでよかったデブな人間になってたら僕だったら生きていけないかわいいアンズでよかったブスな人間になってたら私だったら生きていけない食べてやるアンズもゴボウも食べてやるやめてください 何やってんですかみっともない元に戻してあんたが魔法をかけたんだろう。早く元に戻してくださいその姿から元に戻るというのを入学テストの二問目にしますや無理だよ無理そんな魔法が使えるくらいならわざわざ習いに来ない元に戻れ XYZ パトリシアだからそれじゃあ呪文も意味も違うからなんだよパトリシアって どうしてもテストをもう一問出すなら別の問題がいい魔法が使えなくてもできるような問題変えてもらいたいどうするまあこのメンバーなら魔法じゃなくても難しいことはできないだろう問題を変えますここに3枚のトランプを裏返しにして並べますほら並べましたよこの3枚の中の1枚だけひっくり返して 当たりカードを出してください。3枚の中に1枚だけ当たりのカードがありますからね。私もどれが当たりのカードかは分かりません。当たり以外の2枚のカードのどちらかをひっくり返してしまったら、この入試は全員不合格になります。もちろん当たりカードを引けば全員合格です。 3枚の中の1枚の当たりカードは何ジョーカーです。外れの2枚はスペードのエースとハートのエースです。スペードの一とハートの一をめくってしまったら不合格か。入試合格のカードはジョーカー。では、スタートです。どれがジョーカーですかねハートなら声が実りそうで嬉しいんだけど、今はジョーカーをめくらなきゃ。ごぼうなのに。 ハートは恋が実るなんてさすがは元女子高生トランプって何江戸にはなかったそうね江戸時代の花札みたいなものかな若いのに花札なんてよく知ってるねああ元々はおじいちゃんだったっけ花札は賭け事によく使われてたほとんどが八百町と言われるイカ様の博打だったけどあんずは元の姿は江戸の貧乏長屋の大工さんだったか だから花札博打を知ってるんだいちいち感心してるけど返信させたのはあんただからねそのくせ自分のカードのジョーカーを渡りカードにするなんてどんだけナルシストなんだナルシストだなんて失礼なほら無駄話をしてると回答の制限時間がなくなるよ制限時間があるなんて聞いてないまた後出しで条件つけてるうるさいこのジョーカー様が 法律だ江戸のイカサマ賭博の場合裏になっていても表には何が書いてあるか分かるように札のどこかに目印があったんだけどぎく例えばどの辺に長方形の札の4つの辺とかうーんこの4辺ね他には一見同じに見えるこの裏側の模様にちょっとだけ違うところがあるとかドキみんなでしっかり目印を探そう制限時間残り10秒98 また後出し条件76全部ぶおんなじ模様だよ54他に目印は3人の指がよく触るから裏面の色が薄くなってるかどうか 2, 2ジョーカーはゲームではあんまり使わないから裏面の色が一番濃いカードだ 1, 1どれあった真ん中、めくってジョーカーだ0間に合ったもうあとし条件は出させないやったー合格だー 私戻った。税刑のミクに戻った。おお、おいら大工の八郎大。おじいさんに戻ってしまった。若い方が良かったかも。それじゃあ困ります。私はここにいます。デブでブスですけど若いです。ここにもいます。まず杏の実を人間に変える魔法を覚えます。私ゴボウも魔法を覚えて人間に変わります。実はゴボウは猫の野菜なんで芯の強い。 男に変身できると思いますやれやれ。というわけでこの4人と2つの植物を我が魔法アカデミアに入学させることになってしまった。最初は私を手こずらせたこのメンバーだが魔法学校を卒業する頃にはなんと日本版アベンジャーズとも呼ばれる。 魔法使いチームに成長しているのですがそのお話はまた今度こう動きたい出演稲垣正行赤澤咲小津琉雄今次婚前頭あくび しでみずこ、FM ギノワン、石坂まなみ 魔法アカデミアという作品でしたあれ聞いたことあるなみたいななんかタイトルねねちょっとね少年ジャンプで有名な漫画かなみたいな感じになってますけどもまあそれでもね内容はもう完全オリジナルですから聞いていただけたと思います面白かったですね面白かったですね聞いてしまいました面白かったって言っていただいてる石黒さんありがとうございますあよかったね。 おお、嬉しいぞ、ありがとうございます。はい。まゆさんも、あ、これから、あ、会議終わりしたい、向かう、あ、待ってます。ありがたいです。あ、まなみの声、わかってる石ころさん、やっぱりね。そうですね。あ、エクサイドとね、サイバーディアンの話してやったら、ああ、嬉しい、嬉しい。うん、こんんは。え、カープボーイさんからは、あれ、モグラの会社のやつは、もう終わったのかな。なんで、いいですね、嬉しい、ありがとうございます。 モグラの会社受けてますね。モグラあなたですけどねやったの。モグラ語で喋ったら受けたんですね。あれもなんかもう一つねあってもいいですもんね。ね話としてはね。はい。いやありがたいです。本当ありがたいです。ねえのマナミもいろいろ出ていただきましたが、最初から今今日放送のやつまで含めてどうでしたか阿川いやこの。 最初の頃を改めてちょっと思い返ってみると、あの時はもう緊張でなんかそんななんかもう読むので精一杯みたいなだったんですけど、そこから毎回もういろいろな作品を作っていただいて私の機会をいただいて、なんかすごいいろんな役やったなってやりましたね、考え深かったです。ね、今日のやつなんか本当取れたってふやふやですもんね。そうですね、はい、なんか。 このお昼に撮ったばかりのものがこうやってすぐになんか形を変えて流れるっていうのがちょっとなんかおおみたいななりますねはいあの石坂さんがねまず最初にミン、ま、が最初にアニメ玉に出て頂い,いたんですが、はい、その後大勢の方が参加していただきましたじゃあ感想の CM1 本目聞いていただきましょうか、はい、アニメ玉についての感想を抜粋してみました聞いてください 主人公などの気持ちを考えながら読むのがとっても難しかったです楽しかった自分の声を聞くってちょっと恥ずかしいなっていうのもあったんですが、うん、で楽しかったっていう気持ちの方が大きいですとても新鮮でした <laughs> また機会があればやりたいなって思いましたやってみると緊張がだんだんほぐれてちょっと楽しくなってきた感じでした <laughs> やっぱ自分で演じれるっていうのはなかなかない経験でとても楽しかったですドキドキしたんですけど楽しかったです 声優さんのお仕事を体験できてすごくいい経験になりました楽しかったのでまた次もこのような機会があったらまたやってみたいなと思います経験できなかったことができたのでよかったです難しかったけどやってて楽しかったです はい、はい、いあのね。<laughs> 大勢の方にまず1本目の cm で、えー、今まで作品に出ていただいた方の感想から抜粋したものをね。聞いていただきました、はい、え増えましたよね。ね本当にね。まなみんと私たちだけでね。やってる時から。 えきっかけになったのがさっき今の CM の,の感想集にもありました中地真由美さんですかね、はいうん、ね中地さんの親子さんが出ていただいた会がありましたそ,うです、ね、それからね、中地さんが、はい、あの頑張っていただいていろいろ連れてきていただきましたよねいいろんな方を紹介しててもらって、うん、ありがたいですね。はいうん で中島さんは、えー、今日の魔法アカ赤髪にはあの出なかったですが来週再来週と続けてお出になります。はい。楽しみにしていてください。いや楽しみですね。<laughs> はい。<laughs> はい。では次次にまたあの大勢のお客様の方の話を聞いてください。感想でアニメ玉についての感想を抜粋してみました。聞いてください。最初はとても緊張していたけどやってみたら楽しかったです。噛んだところがあったんですけど結構楽しかったです。 難しかっったたたけどまたやってみたいですこのように何かを演じて言葉の意味とかその響きを味わうっていう機会をいただけたこと非常にありがたいなと思っていますとっても楽しめましたサボードとかで結構すらすら言えるようにできました難しかったけど楽しかったです最初はとても緊張したけど後から自分らしく言えたかなと思います楽しくできて またやりたいなってとっても思いました。はい、はい、今は二本目の感想集ですが、はい、えっと、志、え、坂、ー、さんまなみのご紹介でホシスウルさんとうん、うん、あとトーマユカリさんが参加してますもんね。はい、いはい、私の友達なんですけど。はい。はい、のあの高校時代とかですか。 高校ここからの友達です。一人はもう小学校から実は一緒なんですけど。えー、ね、はい、声を声かけしたら出ていただけるとね嬉しいですね。すね,ね<え>、本当にありがたいです。あ,ですあの二人もすごい楽しんでくれてるので、お上手にねどんどんお上手になってますもんね。うんうん、何回か参加して。<laughs> <laughs> はい、本当です。ね、このあのしつきさんも、お、遠ゆかりさんも。 えまた、えー、来週再来週と2本続く作品に出ていただいてますこれも楽しみにしてください、はい、それではまた大勢の沖縄の方の感想を聞いてくださいアニメ玉についての感想を抜粋してみました聞いてください娘を連れてきたつもりが私までもうハマってしまって声優にもなっちゃってます <laughs> とても楽しかったですまたやってみたいです 私みたいな素人でもできるというかさせていただいたということで本当にあに貴重な経験でちょっと、はい、声に関する仕事は前からちょっとやってみたいなって思ってたので今回体験できてよかったです。 喋る言葉言葉一つつないで一つの作品につないで聞いてる方に想像力を引き出すっとっても素晴らしい仕事だなと思いますテレビとかで出てる声優さんたちは普通に喋ってるように感じたんですけど実際にこういうふうにやってみるとすごく緊張しましたはい、はい、今の感想集にあの日文さんが入ってましたね今石ころさんからも日文さんだって <laughs> コメントが来てるやっぱり皆さん声でわかるんですねありがたいですね ええー、ひふみさんとあと吉村亮さんが、はいえー、これもまなみのお声かけでしたっけ。はい、えー、どちらも二人とも、うん、あのう、エフエム宜でパーソナリティしているので。うんうんうん、はい。はい、<あ>もう、リスナーさんも、ね、も、ご存知のお2人ります、あ、二人。あ、なるほど。はい。有名な方。ある、ね、特にひふみさんはもう、ね。はい、感想を言っていただいてます。えー、その吉村さん、の感想もこの後あると思います。ええー、ひふみさんも吉村さんも。 えー、来週再来週の、まあ、ちょっと大掛かりな作品に出ていただいてますのでこれまたお二人のラジオをお聞きの方ファンの方もぜひ楽しみにしていてくださいそれではまた次の CM 大勢の方の話を聞いてくださいアニメ玉についての感想を抜粋してみました聞いてください演じ分けがとても難しいなと思いましたでもとても楽しかったですこんな小さい空間でとても大きな世界を見れたような気がします いい体験をさせていただきました。めちゃめちゃ楽しかったです。本当にいい経験させていただきました。自分は滑舌が悪いって噛みすぎるかもしれないと思ったけど、先生がそばにいてくれたおかげで最後までやり遂げました。最初は緊張したけど、やったら楽しかったです。初めて声優と声優として声を出すっていうことをさせていただいたんですけど、すごい真剣にやっぱり喋るので、このいろんな場面に自分も行ったみたいな。 感じになってすごい楽しかったです全力を尽くしてワクワクドキドキできました楽しかったです本当初めてなんですよ僕ラジオドラマやるの演技もすごい恥ずかしくて大変でしたがなんか面白かったですこうやってまあ声優のお仕事なんてしたことなかったのですごい楽しく演じさせていただきましたはい、はい 今のお声の中にもね、ああ山内さんだみたいな感じで声が入っていました。やっぱ皆さん声でわかりますね。そうですよね。あのモーニングエイトはめね番組やってらっしゃる喜ノ川の方ですが、山内さんそしてキャンさんそして田辺さんズケランさんっていう方が次回来週再来週とまた日本続けた大きな作品出ていただきます。本当にありがとうございます。はいそれで。 新,新しく今回、ね、出演していただく方もいるんですが、はいえー、その方もあの今日あのゲストで来ていただいていますじゃあ EUJ の, EU の CM の後にそうですね、えー、お話を聞いてみましょうか EUJ は,い、EU J は主に東京以外の地域で展開する総合エンターテインメントグループです全国で漫画アニメラジオ映像作品を企画制作しながら東京以外にお住まいの方々へも 芸能にチャレンジすする機会を提供していま EUJ では今ラジオをお聞きいただいているこちらの地域でも芸能をオンラインで学ぶことができるんです紅の豚のポルコロッソを演じた名俳優子・小森山秀一郎さんの遺志を継いだ芸能オンラインスクール最高指導責任者はこの番組のメインパーソナリティでもある稲垣正幸先生です対象年齢は小さいお子様から シニアの方々まで幅広く学んでいただくことができます EUJ で検索してみてくださいねはい EUJ の支援も聞いていただきましたそして今ちょっと、ね、画面に映りましたか映、はい、りましたねはい、お二人来ていただきました、はい、まえ長浜淳子さんとレイさんですお二人親子さんですよろしくお願いします,しします今日あの声をね、これから取って出演していただくわけですよねはい、はい あの,の生放送の出演とこれから撮るアルミメイドまで、ね、ちょっと緊張されてるかもしれません頑張ってやりましょうねこの後収録しましょうねはい前もった収録もありますそれとちょっと生放送は多分これで最後になるということでくも、はいえー、んあの久門寺さん作画の方ですえー、お邪魔しますもしもしはいえー、と今回また作画大変な量になりますがえーどうでしょうか いやもうドキドキしながら楽しみながら書いてますよ、ね、はい。ご期待ください。はい、そうですくものさんがまた次の、えー、来週、再来週の作品ももう書き始めていただいてます。YouTube に上がるのはね、どうしてもあの編集とかあるんでちょっと遅れ遅れになるんですけれど、はい、ぜひ。えー 楽しみにしていただきたいと思います。足袋さん、キャンさんにも気づいてますね。ゆき<あ>さんそうですね。<laughs> そう今回ヘミギナーのスタッフも結構出てて、ね、はい、はい、嬉しいな。記者たくさん出てます。はい、こういうふうに反応していただくと嬉しいです。はい。はい。えっ、ー、と絵の工夫もね、毎回してあの、うん、ラジオドラマとね、うんはい、あの。 それを後で YouTube で見ていただくとちょっと違うぞって感じを作ってますもんね。そうですね。えー、私もあのたまに YouTube 見て結構絵を楽しませてもらっていたので。<laughs> はい。ね。はい、そのつながりを楽しんでいただければと思います。じゃああのまた後でねこの後収録です頑張りましょうね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、では、ね、お電話ありがとうございました。久間さん。あり,ありがとうございました。 ではまなまなみこれからまたねあの収録もありますがはい是非ともよろしくお願いいたしますぜひ皆さん来週も再来週もこの後撮りますので聞いてくださいすごい作品ですよちょっとこれは聞き逃したもったいないかもしれないもったいないかもしれないぐらいの感じですはいと思っていますえまあ手間味噌ならないように頑張ってこれからもやっていきますのでどうぞ応援の方よろしくお願いいたします。 それでは、まあ、生放送はもう残りわずかでございます。はい、はい、皆さん、今日もありがとうございました。ありがとうございました。